皆さんこんにちは、ほっしーです。今日も吉原やっていきましょう。今日はですね、木曜日ということで週間アップデート情報を見ていきたいと思います。まあ、今週もいつも通りキャンペーンとかスターの更新あって、皆さんお待ちかねのリフティングマスターも来たんで、そちら見ていければなと思います。では早速キャンペーンから見ていきましょう。今回ね、キャンペーンはかなり盛りだくさんになっていて、バロンドールクラスのキャンペーンがいっぱい来てます。まずはバロンドール 24SP ボーナスシャープ2ということで、こちら下見ていくと、まあ、週末に報酬をもらえるといった感じになってます。バロンドールクラスでいい気がするけど、まあでもこれ無料なんでね、もらうようにしましょう。続いてバロンドール24特別ログインボーナスシャープ2ということで、こちらも1週間毎日ログインできるログインボーナスになってるんで、報酬は生前ゲットするようにしましょう。続いてバロンドール24エクサイトミッションということで、まあ、これもいつも通りですね、マッチ、アタックとか、あと取引とかしていけば、エクサイトもゲットできるんで、忘れずにゲットするようにしましょう。最終報酬はいつもと変わらずになってます。次にスターイベント見ていきたいと思います。まずは先ほども言ったリフティングマスター、こちら来てます。で今回ね、まあ、バロンドールクラスの選手も追加されたんですけど、最後の報酬が微妙というか、なんとね、133、134は出ません、今回。132が 10% なんですけど、ちょっとこれね、微妙な気がします。やっぱ今最高 OBR の選手が出てくるのがこのね、リフマスのいいところなんで、それがなくなったってなると、ちょっと残念かなと思います。まあでもね、バロンドール24の132だったら、だいぶ高いんで、当てて、まあ、売れれば、まあ、UTOTS と同じぐらいにはなるかと思うんですけど、ただやっぱね、133、134出ないのが、ちょっとね、残念な気がします。まあ、道中はね、そんなにいいパック、正直言ってないんで、なんならこの19ポイントのさ、130、132パックあるじゃん。DY24 チャンス。これはちなみにどんなもんなんだ？こっちの方がワンチャンいいんじゃねえか？もしかしたら。いや、んなことねえわ。確率鬼だったわ。やっぱ回すんだったら、まあ、感想一択かなと思います。ちょっとね、個人的にもこれは回すか迷っていて、結構ね、配信でもブーブー文句言ったんですけど、なかなかね、引こうって思えないから、ちょっとここは残念だった点かなといった感じです。続いて、バロンドール24セール、ステップアップストアシャープ2ということで、まあ前もね、似たようなやつあったんですけど、個人的にはこれ回すんだったら、ストアの方でね、普通にパック、FV でってやつ買うのがいいのかなとは思います。そんなにいい思いしたことないんで、こういうパックで個人的にはするかなといった感じです。あとはお知らせにあるこちら FCOL クリエイターズプレシーズンクリエイター発表ということで、無事ねホッシーキングもこちら選ばれたんで、活動する際はサポーターに皆さんなってくれると嬉しいです。まあ、特に活動内容とか変わるわけじゃないんですけど、今まで通りこのゲーム盛り上げていければなと思います。はい、まずは在貨の販売で2000円と4000円の FB パックと、続いてリフマス来てるんでリフティングマスターの参加券が販売されてます。まあ、いつも通りね、100枚分無料で1回もらえるんで、こちら必ずもらうようにしましょう。あとは 300FV のね、これは全然買ってもいいと思います。 60% 増量はね、かなりでかいんでおすすめです。そしたら下のパック販売見ていきましょう。まずはいつも通りミニパックと大特価パッケージ、こちら販売されてます。まあ、大特価パッケージ見ていくんですけど、まあ、内容はね、いつも通りかなりいいんで、まあ、これに関しても動画の最後に買っていければなと思います。続いて下見ていくと、なんと今回ね、8新パック来ました。ただこれもね、散々配信で言ったんですけど、最低が117っていうね、これが厳しすぎる。まあ、最高128はいいんですけど、ほぼ出ないやんっていう。しかも1回 3000FV で5回限定でしょ。ちょっとね、個人的にはこれ引けないかな。やっぱり 77% ぐらいで121以下、122以上が約 20%、21% とかぐらいしかないんで、5回に1回も引ければラッキーか。でも122でも200億とか300億でしか売れないんで、安い選手だと。そう考えるとね、1回 3000FV でしょ。高いよな、普通に。それこそ最低のさ、117、119とか118出ると、100億いかない選手とかも全然ザラなんで、ちょっとこれはギャンブルが過ぎるパックかなとは個人的に思います。なんならね、もし引いた方いましたら、
結果の方をね、コメント欄で教えてくれると嬉しいです。それ見てね、もしかしたら引くかもしれません。今のところ引く予定はなしです。続いて DY24、130以上、1人確定10連パックと、1回限定購入可能となっていて、確率はこんな感じ。まあ、個人的にこれめちゃくちゃ良くないかって思った。特にこの中級30個と、確率ね、132が 11% でしょう。で、クライファーとさ、かなり高いんで、これ売れればね、めちゃくちゃ TP 稼げるし、選手効果も全然できるんで、ちょっとね、買うかは検討中です。続いて、バロンドール24、120、130ミニパックと、こちら2回限定購入可能。ついに134が対象になってますね。ただ確率は、ほぼ出ない。まあ、個人的にはこれもするかなと思います。続いて、バロンドール24、120の130先発選手パック。こちら 2300FV で15回限定購入可能と。最低127か。まあでも 19% か、128が。正直さ、あの8チンパック引くなら、全然こっち引いた方が、だってこっち 37% で128以上なんで、こっちの方が全然夢がある気はします。続いて、バロンドール24、120、132先発選手パック、1回限定購入可能 6900FV。これな、どうだろう。最低がさ、129じゃん。ってことは、まあ、250くらいでしょ。ちょっとね、安すぎるんだよな。まあ、51杯引けって話なんだけど、それでも130だったら、400億いかないぐらいだし、131だったら、まあ、600億ぐらいか。いや、これもね、ちょっと迷いどころだね。まあ、普通にね、トークン交換とか頑張ってる人は、全然買ってもいいパックかなとは思います。そしたら最後、バロンドール24、50%、124、130マルチパックと、800FV。まあ、これはね、確率見ても、全然スルーでいいのかなとは思います。まあ、買うべきパックは、とりあえずこの現金の2種類、250円と800円のパック。これ買っとけばいいのかな?ちょっとまた別の動画なんですけど、DY24 かバロンドール24、どっちかね、選んで引こうと思います。ぜひね、それも楽しみにしていてください。で、8チンパックに関しては、ちょっとね、引くか迷う。本当に。皆さんからの、まあ、反応が良かったら引こうかな。ちょっと迷いどころかなといった感じです。じゃあね、最後はこの現金パック買って、無料分のリフマス回して終わろうかなと思います。さあ、買っていきました。では、開封していくんですけど、まずはリフマスやっていこうかな。多分ね、速攻終わると思うんで、行きましょう。さっきのね、100FV 分もあるんで、2回やっていこうと思います。まあ、とりあえずね、ひたすら胸で行きます。3ポイント、6ポイント、9ポイント。まあ、こんなもんですよ。そしたらもう1回行きますね。リフティング。最後さ、せっかくなんで足連打しようかな。一発で終わったわ。じゃあ、これ受け取って、さっきの現金パック開けていきましょう。とりあえずこっちの選手受け取っていくわ。どうせ全然いい選手いないんで。エンス来い。来ないな。多分これあれじゃないかな、キャンペーンでもらった選手だと思います。次から、はい、レッドロスター。お、127だ。普通にいいな。125と、まあこんなもんですね。では現金パックいきましょう。バロンドールの演出だいたい国でわかるからな。もういきます。頼むぞ。演出来ないとかあんのかな、これ。さすがにないと思うけど。いきます。はい。さあどう?来た。終わった。アルゼンチン。CM。マジ ?129 だけど、そんなに嬉しくない。安いだろ、絶対これ。ドン。うわぁ !129、2枚引いてるけど、引きがいいんだか悪いんだかわかんねえな。まあまあまあ、こんなもんでしょう。ということで今回はね、週刊アプデ情報をお話ししていったんですけど、まあリフマスがね、ちょっと期待外れなんで、今回回さないで、また次回ね、多分133、130の対象になるんで、そこ回すのが個人的にはいいのかなと思います。またね、その後はコメント欄や DM でよろしくお願いします。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。で、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。